提出者から趣旨のの説明を求めまますす勝勝勝君君委員長勝又君住民主党の勝又貴昭でございます本基礎案の趣旨および内容につきまして、提出者を代表してご説明申し上げます。津波対策の推進にかかる法律は、津波による被害から国民の生命、身体および財産を保護するためには、津波対策を総合的かつ効果的に推進していくことが重要であるとの認識のもと、第177回国会において、 本委員会のの提出によりり制定されたものであります津波は一度発生すると広域にわたり、国民の生命、身体および財産に甚大な被害を及ぼす災害でありますが、発生時に迅速かつ適切な行動を取ることにより、人命に対する被害は相当程度軽減することが可能であります。現在、津波災害が想定される市町村の多くで、津波発生時の住民の迅速かつ適切な避難に資する、 津波ハザードマップが作成・公表されておりますが、作成の遅れている市町村もあるほか、令和2年に日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震にかかる津波浸水想定が公表されたことなどから、多数の市町村で津波ハザードマップの見直しが必要な状況にあります。しかしながら、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成にかかる国の財政上の援助を定めた本法律の規定は、令和4年3月31日限り、その効力を失うこととされております。 一方で、近年ではデジタル技術の進展に伴い、災害対策におけるデジタル技術の活用が期待されております。特に津波対策においては、災害発生時の早期避難はもとより、平時における防災教育や、避難訓練を通じた普及啓発なども効果的、効率的に行うことが可能となることから、その活用を進めていくことが重要であります。他方、各地域においては、津波避難ビル等の指定や整備も進められてきておりますが、 日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震対策について、検討を進めている中央防災会議のワーキンググループにおいては、その被害が想定される積雪寒冷地に特有の課題として、積雪凍結対策や防寒対策などを考慮した津波避難施設等の整備の必要性が指摘されています。同様に他の大規模地震により、津波の被害が想定される地域においても、地域の特性に応じて、津波避難施設等の整備を進める必要があります。 本基礎案はこうした状況に鑑み、地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定および津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を延長しようとするものであります。次に本基礎案の内容についてご説明いたします。第1に、国および地方公共団体が津波対策に係る施設の整備等において特に配慮して取り組むべき事項として、 地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加することとしております。第二に、国および地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育および訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保、その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない旨の規定を 追加すすることとしております第3に、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成にかかる国の財政上の援助に関する規定の有効期限を、令和9年3月31日まで5年間延長することとしております。第4に、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本期草案の提案の趣旨およびその内容であります。何卒速やかにご賛同くださいますよう、お願い申し上げます。 これにて趣旨の説明は終わりました。本件について発言を求められておりますので、これを許します。はい、田村貴昭君、はい田村